大西武多は、アスカ時代の人物。シャーマン。姓はなし。大西部は、職業部のうちの身部部の一つであり、平城系木管によるとそのほとんどが、伊豆国多型軍吉商協を拠点としている。また、系図においても伊豆国像、弱滝命の子、浅めいにしの自家が、人徳浅に、身部部に定められ、その光栄が大西部氏であったと見える。他は 駿河国の婦人河辺の人。光玉天皇三年に、立花や犬山賞にに着く蚕に似た虫を常よがみであると称し、それを祀れば、貧しい者は富、老いた人は若返ると吹聴調した。そのため、人々は虫を台座に安置し、舞踊り火災を汽車してあがめ、往来で地層を振る舞い、歌い踊り甲骨となり、富が訪れるのを待った。 やがてこの騒動はとのみならず周辺の地方にも波及し、資材を投じて財産を失う者が続出して社会問題となる。トライ系の豪族であった畑川勝はこの騒動を懸念して鎮圧に当たり騒乱を起こし民衆を惑わす者として大政豚を討伐した。常世の虫に関しては同居の更新町と 三四カバネ説の影響を感じるものとする意見がある。ありがとうございます。